本味噌は裏手の件でございます。今回はこちら、ズズーン、ピックアップの交換による音の変化を楽しむ会、はい、はい、ということでね、今回はピックアップとかの、お久しぶりですね、ここで撮るなんつって、あと最初に言っておきますと、今日はおひげが3日間剃っておりませんので、ちょっと汚らしくて、ごめんなさいね先に謝っておきましょう、すいませんです。で、元に戻りましょう。ピックアップの交換でございます。で、これがね、フェンダーのアメリカンパフォーマーね、ペニア、こちら今メインでね、私使っておるギターになりますけれども、もう元々ね、前行こうかな、元々ね、こちらの、リアのね、ピックアップをザ・ミュールね、ベアナックルのザ・ミュールに変えたりしております。元々は3シングルのストラットキャスターになりますが、ここにもう手を加えております。今回どこに手を加えたかっていうと、もともと入ってるのがここ、寄せみ手ね、3つとも寄せみ手が入っておりました。だけども今回は、寄せみ手自体はね、もともと私も好きで、いい音だなと思ってたんですが、より良くなったらいいなと思って、とても気になったピックアップがあったので、そちらに変えてみようと思って、今回やっております。はい、フロントです。なので寄せみ手を残したかった、なのでセンターに寄せみ手を残してます。で、フロントだけ今回交換しました。交換したのはベアナックルのこちらでございます。パッドペンド63ベナーボード、あ、こっちじゃねこっちね、こっちです。パッドペンド63ベナーボード、日本語読みの方を押してしまいましたもう一回ぐらい言ってく。パッドペンド63ベナーボード、はい、ベニアボードですね一回触ろうかな、ということでね、これを置いてね、それを入れました、ベアナックルの、ね、もうね、読めるけど読んで間違ってたら嫌なので読ませました、便利な世の中だねということで、そのフロントピックアップに交換しましたので、音の違いをね、聞いてみたいと思います。でね、音を出したのはフロントのみ、そしてフロントセンターのハーフトーンね、フロントと、これはもともとの純正で切り替えでね、ここのプッシュプルで、これフロントとリアのミックス、ハーフトーンね、ミックスを選ぶことができますので、その3種類の音を、クリーンとクランチとドライブみたいな感じで3種類ぐらいだったのかな、ちょっと忘れちゃいました、ごめんなさい、とにかく音を比較してますので、確認してみましょう、どんぞ。Thank you.
はい、いかがだったでしょうかね。私の感想を述べさせていただきます。結論を言いますと、どっちでもいい。どっちもいい、どっちでもいいっていうと語弊があるね。どっちもいい。もともと寄せ見て好きだったので、このもともと入ってるね、寄せ見てのピックアップ好きだったので、それも好きで、まあもちろん変わったんですけども、どっちもね好きなので、どっちもいい。まあどう変わったかって言われるとあれですけども、まあロー、まあ、よくも悪くも、ローがすっきりして、下がね、下の音の成分がすっきりして、もう少しきらびやかになった感じで、まあ、巻き数も多分少ないので、こっちの方が出力がね、寄せ見てよりも出力が出力って言いにくいね、出力が低いので、まあ、そこら辺も相まって、こうなんていうんだろう、透明感のあるというか、きらびやかな音がこうもね出てまして、っていう印象ですかね。寄せ見ての方はそれも良くも悪くもですけれども、まあ、低音がもうちょっと効いていて、よく言えば効いていて、こうも、ちゃんとそれなりにというか、出ているので、バランスの良さで言ったら寄せ見てなのかもしれないですね。ちょっと癖が出ちゃうのかな、今回変えたやつの方がね、違いって感じですかね。まあもっとね細かく違いがあるんでしょうね。私はそんなに専門的なことは分かりませんので、ギターの技術もね、弾く技術もあんまなければ、基礎知識だって、まあいいか、基礎知識もあんまりありませんから、もう感じたまましかお伝えできませんけど、まあとにかくどっちもいいっていうのが結論なので、またね気分次第では元に戻したりするかもしれませんが、しばらくはこれで遊んでね、やっていきたいなと思います。あとはスタジオに行って、今回みたいに LINE の音ではなくて、スタジオの爆音でねガンって鳴らした時に、やっぱソロとかで、使うことが多いですから、フロントね、その時にどんな感じでね、音が出てくるのかまた楽しみだなと思っておりますので、ですわ終わりましょうか。ベラベラしゃべってしょうがないからね。ということで、今回も長時間のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回違う動画でお会いいたしましょう。終わりましょう。おしまい。バイバイ。